2020年俺が勝ってないベスト5。パチンコの日本一に勝って世界一周回した私たちからはパチンコを楽しくぬくぬくうちらも勝っていく方法を初心者中級者に向けてお伝えするチャンネルです。はい、というわけで、ね、皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、というわけでね、今日は僕が2020年に打った棋士で、勝った台ベスト5をお伝えしたいと思います。まだまだね、現役な棋士もあるので参考にしていただければと思います。はい、でこのランキングなんですけど、僕は打った台は記録してるんですけど、正確な時間はねちょっと記録してないので、はい、移動してね、1日この台とこの台って何時間正確に打ったとか、メモしてないので思い出しながら話したとかね、正確な収支ではないですけど、まあおそらくこれかなっていうのを思い出しながらお話ししました。それではいきましょうか。カウントダウン。はい、第5位です。第5位は戦記絶唱シンフォギア2です。はい、この台はね結構まあ注目されてて、結構打ち込んだ台です。僕もシンフォギア初代で、ね、めちゃくちゃ打ち込んだのでね、はい、楽しみにしててね結構打ち込みました。はい、でこの台はね、まあ、ちょっとね苦労した、苦戦したね部分もあります。なんですかね、釘読みがね、結構釘開いてて回るなと思って打ったんですけど、大抵回んねえのかみたいなね感じだったんですけど、まあ苦労しながら頑張って打ったという台でした。はい、でまあこの台のいいところはひねりがやっぱり結構効きますね、7割ぐらい効く。はい、で通常時ね、通常時小当たりが来た時にちゃんとアタッカーにいればアタッカーに入るので、あの大当たりのね、はい、それで獲得出たも得られると。はい、だから1日3個1回のね小当たりで3個で入れて、まあ12回ぐらい1日打ってれば開くのかな。はい、入れれば36個入賞させられるんですよね。はい、それがいいところでしたね。はい、あと悪いところはもう謎のね入賞順消化になっちゃったので、はい、で今左をちょっと失敗してね、左に行ってへそに入っちゃうとね、へそを消化しちゃうと、しかも謎のペナルティ4分半があると、あ4分半待たされるんですよね。はい、という意味わかんない部分もありましたけど、まあ結構打ち込んだ台ですね。はい、でベスト5になりました。はい、僕自身もねいろいろ思い出がありますね。はい、YouTube でね、僕らの当時チャンネルで、はい、まあ動画をねすぐ出したらね、まあ、当時コロナ明けだったんで、はい、お前ら何をパチンコ行ってんのみたいなね、はい、人たちがね、まあ、大喜び しまして、はい、まあ5万再生ぐらい来たんですかね。5万再生、僕らにした当時結構お金すごいですから、5万再生で、グッドが200に対してちょっと覚えてないですけど、バットが700再生ぐらいあったと。はい、でボロクソに戦ったと、はい、そういう思い出のある棋士でございます。はい、もう知ったこっちゃねっていう感じでしたけどね、僕らするとね、はい、うるせえと、はい、思いましたけど、はい、まあね、それでまあ僕だけのチャンネルじゃないですから、僕は胸を張ってましたけど、はい、これは消そうってことで消しちゃいましたけど、はい、まあ、そういう思い出のある棋士でございました。はい、というわけで、第4位は新波乱の刑事漆黒の衝撃です。はい、まあ、2018年に出た台なんですけど、まあ未だにねもう現役頑張ってて、結構僕自身も打ち込んだ台です。はい、まあ、演出も正直めちゃくちゃ好きなんですけど、一番好きかもしれないですね。はい、僕はね、まあ、メインホールのメイン機種にするのが大体この花の刑事と北斗味噌と、まあ、大海ですかね、これをメイン機種にすることがあるんですけど、その3つ空いてるなと思ったら大体まあ漆黒の衝撃を打つことがありましたね。打つことが多かったですね。はい、まあ理由はね、無双はねやっぱり、ね、止め打ち注意が結構うるさいんですよね。でひねり打ちはあんまりされない。はい、で刑事漆黒はひねり打ちの効果がかなりでかい。で止め打ちも結構差がつくと。はい、で通常時もなんかステージ止めしたら結構回転数アップできるんですよね。はい、で大海は、まあ、大海もすごい好きなんですけど、海打ってるとやっぱり台にへばりついていかないといけないんですよね。はい、で漆黒はあの、まあ、もうリーチ長いなとか思ったら元入りに向けますし、あと、まあ、他の台にね、右打ちランプとかチェックしに行ったりとか、そういうこともできるので僕としてはかなりありがたい、そういう台が好きなんで重宝した台で、
まあ2019年ぐらいからかなり打ってましたけど、はい、2020年も打ち込んだ台でございました。はい、というわけで第3位は、北斗無双無限トーラです。アマデジの方ですね。はい、緑じゃないです。あのね、まあ大体みんなプロとか、まあ、特に軍団の人とか、ミドルを打ちたがりますよね。はい、でもね、実際はアマデジの方がね、ボーダーが低いんですよ。まあ、雑誌とかは当然ミドルの方が低く書いてますけど、電柱のね、電柱で当たってラッシュも入る、はい、残保留ですね。残保留の価値を入れると実はアマデジの方が多いと。で、僕自身も、まあ、名古屋でとか北斗無双のアマデジが結構回る状況があって、1週間ぐらい追い続けまくったりとかして結構打つチャンスがあったんですよね。はい、それで結構まあ打ち込んだので第3位に入った台でございます。はい、では第2位、エヴァンゲリオン使徒新生です。はい、まあ、これもね、まあ、YouTube でかなり叩かれたこともありましたけど、まあ正直めちゃくちゃ使える台でしたね。はい、まあ、何が使えるか、まず、まあ、通常時にまあコアダラッシュなんでね、まあ、右を止めてね、打てる、打つことができますね。はい、それでも回転数だいぶアップしますね。はい、しかもまあ右に打てばまあ正直 95% ぐらい入るので、はい、それでかなり収支が、まあ、回転数が上がると、はい、いうわけいうのと、あとひねりが相当効く、うん、7割ぐらい成功しました。はい、で、もう1回僕はね、10ラウンドで12オーバー、1000、普通だったらね、1個もオーバーにしなかったら1200個って表記されるんですけど、まあ、全ラウンド成功したら1320個ってされるんですけど、それがまあ、今計算ちょっとできないですけど、1340ですかね。はい、1340ぐらいになったと、いうひねりが相当効かれる、使えると、はい、いう台でございました。あとまあね、遠征ポルトミッチはまあ大して効果ないんですけど、あとそうですね、暴走モード行った時のラッシュ で、そこもひねりで合わせてということで、あと東京にいた時に僕はその使徒新星が入ったんですけど、もしかしたら知ってる方結構いらっしゃるかもしれないですけど、東京でもうエヴァンゲリオンも大好きなホールがあるんですよね。はい、そこに結構行ってたので、そこで中止を挙げたと。はい、でさらには旅道に出て、正直右打ちランプで拾った回数が一番多かったのがおそらくエヴァンゲリオン使徒新星かなというふうに思ってますね。それでも中止が爆上げしたと、はい、はっきり言って雷でした。はい、なので第2位です。はい、続きまして第1位、あ、皆さんもう分かりましたね、第1位何かね。はい、スーパー海物語in地中海でございます。はい、もう長く語る必要ないですね、この台はね。はい、僕があの地中海の完全攻略という動画を出してますので、はい、それを見ていただければと思いますけど、まあ簡単に言うと、すごい回ると。まあ回んないようにすっごい回る、しかも技術会にも多いと。はい、でカスタムでもう大当たり察知がすぐできるという、マジで神台、ここ何年かの最高の神台でした。はい、詳しくは地中海の動画を見ていただければと思います。はい、というわけで2020年もよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。